こんにちは、のりたろうです。本日はやばいということで、税理士資格を有しない私のような素人が知り得た税務知識をどこまでワークショップとか YouTube などで皆様にお伝えしても大丈夫なのかということについて徹底的に調べましたので、お話しさせていただきたいと思います。結論から言いますと、今のスタンスで大丈夫だったんですが、どこまでやってしまうとまずいのか、でどこからは税理士さんの領域なのかということについて詳しく調べましたので、情報を共有したいと思います。これは私のような発信者じゃなくても、これを聞かれている皆様がどこかで間違えてやってしまっても罪になるという、結構とんでもない法律なので、税務知識をつけるのと同時にアクセルと同時にブレーキという感じで、こういうやってはいけないところも知っておいた方が良いかと思います。とその前に、ちょっと私のことをお話しますと、私は昨年までサラリーマンをしておりまして、 4,5 年ぐらい前に遡ると税金の知識っていうのは本当に皆無で、給与明細を見てなんでこんな税金高いのかなって思うぐらいで、本当に税金のことを知りませんでした。ところが、その後コインと出会って、買ったり売ったりすることで、これって税金どうなってるんだろうと気になっていろいろ調べるようになり、今は YouTube なので、税理士さんの先生方が発信してますので、そういったものを見て、ああこうなってるのかといろいろ聞いていくうちに、コイン投資に適した税に関するノウハウというのをこう蓄積してきたこともあり、前回銀座で実施したワークショップなんかでも特別講師としてお越しいただいたミスター T さんなんかも、さらに有料級の節税策の一般的な話なども教えていただいたわけです。でワークショップは、今月の6月も15日に土曜日にですね、開催となりまして、その中でも節税のお話なんかは出てくるんですが、果たして税理士資格がない私のようなものがワークショップとかこういう YouTube でどこまで税務知識についてお話しできるのかということをお話しします。その中でいろいろと調べてみましたが、今回は光税理士法人さんのホームページにそのあたりのことが簡潔に詳しくまとめられておりましたので、そちらの内容に沿って確認してみたいと思います。まずは素人は何をやってはいけないのかというところから見てみましょう。1ということで、税務相談を税理士以外が行うと違法になると。で、税務相談とは税理士が行う業務として税理士法に定められており、税理士以外が行えば無償であっても違法となりますということで、3つ例が書いてあります。1つ目が税務代理ということで、こちらは税務に関する書類などの代理をしてはいけないというような感じですね。で、2つ目が、税務書類の作成ということで、こちらも税務官公所に対する申告に関わる申告書の作成ということなので、税務官公所っていうのが国税局とか税務署に対する申告書の作成などをやってはいけないと。あとは3つ目ですね、ここが深く関わってくるかなと思うんですけど、税務相談ということで、1、2の作成は行わず、個別具体的な租税の計算方法などの助言のみ行う業務ということで、下にも繰り返し書いてありますが、具体的な申請書の作成を伴わない相談業務でも税理士以外が行えば違法となりますということで、こう何重かに分けてこう脅しのように書いてあるんですけど、私たちに関係しそうなところはこの3番のところ、個別具体的な租税の計算方法などの助言のみ行う業務というところです。そして具体的な税務相談の内容はどのようなものかということについても書かれてありますので、そちらも見てみましょう。具体的な税務相談の内容ということで例が挙げられています。まず1つ目が個人の所得税や相続税など具体的な税の相談、2つ目が確定申告の手伝い、3つ目が法人の納税額の計算や節税対策の相談、3つ目が各税額から控除できる税額の確認、
4つ目が課税標準の計算方法を教える。5つ目が税務調査の立ち会いということで、納税であれ還付金であれ具体的な税額や税の計算方法に関する相談は税務相談に相当しますということで、この具体的な税額とか税の計算方法に関する相談っていうのをすると、計算方法なんかも教えちゃいけないっていうことのようです。なんだかみんなが計算できるようになってほしくないのがよくわかる編みかけなんですけど、とにかく計算は税理士が有料でやるから庶民は知らなくていいし、計算なんかしてはいけないんだということかなと思います。法の解釈なんかはいいように解釈できますので、そこはやっぱり国が有資格者と定めたものを通して解釈するようにしましょうということだと思います。といったところで、こちらのホームページでは、税務相談に該当しない内容についても書いてくれますので見てみましょう。税務相談に該当しない内容ということで、税務相談っていうのは個別の問題や状況へ回答することが該当します。そのため一般的な税の計算方法や、税法のテキストなんかに書かれている問題の解き方なんかを聞くことは税務相談に該当せず、税理士以外が回答しても構いませんということで、話をまとめますと、個別の問題や状況に対して聞くのは良くないが、具体的な税の計算などをして答えたりするのは税理士以外はしてはいけないということで、しかし一般的な税金の計算方法なんかを伝えることは税理士以外が回答しても構わないということですね。なので私の場合は一般的にという枕言葉を少ししつこいぐらいつけてお話しさせていただくようにこれからはしたいかなと思います。そしてさらにこちら注意書きのような感じで、将来発生する税額の相談は税務相談に相当する恐れがあるということで、これはなんか専門家の中でも意見が二分しているということなんですが、例えば将来発生すると考えられる相続税の額などです。こういうのは税に関する内容である以上、誤った判断をしたら将来に影響を及ぼしますので、将来の出来事であっても税理士で相談しましょうと口酸っぱく書いてあるということで、やはり税金の計算は将来発生するものでもするなということですね。ということでこれの読み解くと、相談を受けて具体的に計算をして答えると無償であろうとアウトだよということで、私が前回動画とかワークショップでやったように、誰かの話ではなくて一般的な税金の話とか計算方法を伝えることは大丈夫ということのようです。なので質問で個別の相談があっても詳しくは税理士にお願いしますということで、一般的な話をしようと思います。でワークショップで悪いことを教えてるんじゃないかなと思った方もいらっしゃったかもしれませんが、個別具体的に計算をして示すようなことはしておりませんので、ここでいう法律に違反するようなことはやっていないかなということになります。なので、本当の具体的な相談は税理士さんにご相談いただきたいのと、むしろ私たちから得た一般的な知識ですねは最終的に税理士さんに投げかけてしっかり確認を取って実施されるというのが一番良いかなと思います。でその際はぜひ語弊のないように、一般的な知識として聞いたんですがという枕言葉をつけて質問するようにしていただけるとすんなりいくかなと思います。ちなみに法律に触れるとどうなるかと言いますと、こちらに書いてあります。非税理士への税務相談の罰則や罰金ということで、非税理士が、税務相談に応じた場合、そのものに対し2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される恐れがありますということで、かなりリスクがあるということですね。で、依頼者側にも被害があるということで、節税ではなく脱税方法をアドバイスされていた場合があるかもしれない。あとは教えられた申告書の作成方法が間違っており、正しく納税できていなかったかできない可能性があると。あとは申告が間違っていれば修正申告とか延滞税などの支払いが必要になる実害があるかもしれないので、
気をつけてくださいということで、やはり最終的に税理士さんにしっかり個別に確認を取って実施されるというのが間違いないのではないかなと思います。それでは私の実施しているようなワークショップは意味がないかなというと、そこは違います。税理士さんというのは、良い税理士さんに当たると違うのかもしれないんですが、基本的には積極的に節税策については教えてくれないということです。料金体系が成功報酬であれば頑張るんだと思うんですけど、基本的に顧問料となるので、語弊があるでしょうが、相談も何もなく波風なく時間が過ぎれば労働の時間単価が上がる仕組みになってますので、人によってはもしかしたら面倒なことはしたくないという担当の方も、人間なのでいるのかもしれません。そういうつもりはなくても、グレーな節税などもあるので、そういったものは進めてしまって税務調査で指摘されたら税理士さんが大変なことになりますので、少なくともグレーなところは排除したいという心理は間違いなくあると思います。とはいえ、私たち納税者としてはそういうグレーなところも知りたいということなので、私の実施しているようなワークショップのようなものこそ意味があるのかなと思っております。そこを知っているかどうかで納税の額によってはですね、手元に残るお金が何十万何百万円と違ってくる話なので、少なくともこういう高額なですねコイン投資をしている方々は税務知識を身につけるっていうのはやっぱり必須じゃないかなと思います。ということで、冒頭にもお話ししましたが、6月15日にワークショップ第2弾としてのりたろう&実業家でありコインコレクターでありリスクマネジメント研究実践家のミスター T さんと日本橋で資産防衛ワークショップと題しましてワークショップを開催したいと思います。で、前回のワークショップも大変好評で、双方で意見を交換しながら、これから起こるであろうリスクのこととか、それにはどうすればいいかなどのお話を、時間をですね1時間もオーバーしながら、時間ギリギリまで熱い議論が展開されました。で、来ていただいた皆様本当にありがとうございました。前回のワークショップと同様に、今回もお時間は15時までとなっておりますが、場所は日本橋とちょっと違うんですけど、今回も会場は1時間余裕を見て抑えてありますので、前回はもしお時間がまずい方はこう時間通りに変えられても良いですよとお声掛けしたんですが、全員時間いっぱいまで残って議論してたような、非常に熱いワークショップでしたので、その後、ワークショップ参加者とか、あとは LINE 会員様など、あとメールの会員様向けに個別相談会も募集させていただいたんですが、そちらもほぼ満席となりました。ということで、私の目的は皆様が余計な税金を払わずに済むように、これからも健全に資産防衛ができるお手伝いができればと思っておりますので、今後もワークショップだけではなく、動画などでもギリギリのところを攻めた内容の動画アップさせていただきたいと思いますので、ご期待ください。またコイン投資用のプライベートカンパニーを作りたいという方も、会社作成のサポートもさせていただいておりますので、概要欄やショップもご覧ください。ということで、今回のお話は以上になります。いつもご視聴くださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。